本日2024年5月31日、12時41分、ちょっとピントがずれてるんですけども、ちょっとこのままこちら行きますね。50キロ、昨日歩いた歩数計、5月30日木曜日なんですけども、自宅から、船坂峠、有馬温泉などを通って船坂峠を通って、阪神電車の向川駅まで、歩いて撮影しました。で、まあ、帰り、南回りで、帰ってきて岡場駅で降りて、晩ご飯をイオンモールで買って、歩いて帰ってきたと、まあ、そういう風な状況なんですけども、でこれかほちゃんへのメッセージなんですけども、これね、動画で、その X-Boat っていう動画をつなぎ合わせる作業なんですけども、それを行ってもせっかく昨日1日かけて、50キロも歩いて撮影したこの内容、これね、まあ一部分なんですけども、これつなぎ合わせてもね、0キロバイトってなってるでしょ。つないだのに、つないでない、ないんですよ、内容が。なくなってるんですよ。本当はそこで今までのこの表記されている、こういった動画、これ全部合算した、まあ、例えば、3ギガバイトだとか、まあ、そういうふうな値が出てくるはずなんですけども、0キロバイトで、要するにアップロードできない。これね、心当たりがあるんです。ちょっとこれ言って、話しますね。かこちゃんの動き見てたら、僕はかこちゃんって言っただけで、自分の顔が変わったりするんですけども、変な顔に。変なね、違法行為を使ってるでしょ。敬語を使わなければならないっていうルールなんかないんです。僕より年下だから、だいぶ。で、まあ他の、それだけじゃなくて、敬語を使わなかった方が、負けとか、なんかわけのわかんないルール使ってません。で、反応を見てたらおかしいんですよ、かごちゃんの。僕は50キロ歩いたっていう話をしたら、かごちゃんもうこんな笑いながらね、バカにしたような笑い方で、本当って言ってる。ギリシャの訪問中に。で、今日先に、この映像がアップロードされる前に、先に今日先ほど撮影した、ナンバー KVID、2804番かな。まあ、それぐらいの番号のところで言ってる内容。君の、連れている、ギリシャ語を扱う、黒い服を着てる女で、そいつは僕はお手洗い入ったら入り込んできてる体の中に、でそいつの声が聞かされる。でそれはトイレじゃなくてもそいつの声聞かされる。でそいつは役者関係でテレビ出てるから、多分エロ業界とつながってる。エロ業界とつながってなかったら黒着せられません。で、何がまずいかって言ったら、だからその社会的地位を振りかざしての、だから僕が、かこちゃんに向かって心の声を、使ってる時、敬語で使ってる時はかこちゃんは敬語で、一応話してきます。ただまあ敬語じゃない時もあります。だから総裁にはならない。世界のルールは法律、社会的地位ではありません。いや、法律にこう書いてあるからとか、そんなこと言っても無理だから、他の法律があるから、一般人の常識に照らし合わせたから、常識に関する法律もある。で、仕事中にヘラヘラヘラ笑いすぎなのと、あと厄介なのはその厄介な連中を引き連れてる。で、理性があったらいくらなんでも異性との握手なんかしません。でそれは昔言っていました。で、まあ今ちょっと本題からずれそうになってるんで話戻しますけども、その疑った時、皇族を信じなければならないとかいうルールないですよ。紀子様とか文人様とか成人様とかも言ってるんですけども、僕たちがおかしかったらおかしいって言ってくれたらいいって、おかしいとか変だったら変って言ってくれたらいいと、間違ってたら間違ってるって言ってくれたらいいと。だから過去じゃなんか変なルール使ってない。
だからその 50km 歩いた撮影の話に関して嘘だと思ったんですよ。僕は嘘を言う人間だと思って。だから笑いながら嫌な笑い方でね、本当？って敬語なしで。はっきり言ってね、君 50km 歩いて撮影したりしてる？頑張った？頑張ってるか頑張ってないかの話。はっきり言うよ。人を怒らせて顔今撮られてる。で、それが佳子ちゃんが撮ってるのか、宮内庁の連中が撮ってるのか分かんない。顔の行き先が。で、自分たちに都合のいいルールをずっと作ってる。自分見たら分かる。この間、白い BMW で今度、防音マフラーのその元国会議員の人間の件を通報した次の日に、天皇陛下、昭仁、上皇天皇陛下、昭仁様と、美智子様。以前からさん付けでいいよっていうことになってたでしょ。僕たちの方が悪いことをしてるんだからって。だから、その人たちは、僕となかなか接触しようとしない。僕の目の前で白い BMW で、今度は改造マフラーじゃない方の BMW で、挑発行為を行いながらどっか去っていく。もう自然とそう行動するようになってるんですよ。悪いことした方がもう大体逃げる。で、なかなか会おうとしない。往生際は悪い。だからそこは腹のくくり方とかなんだけども、読まずいのは昨日撮影した動画はまるっきりアップロードできない。で、その船坂峠を通っていって、まあ、場所は佳子ちゃんが歩いたことないか分かんないと思うんだけども、そこの、新しく、ダムを作ってくれたりだとか、昔はなかったんですよ。小さな砂防ダムとかみたいなものですよ。だけども、こちら側はこういうふうに加工して、こちらはこういうふうに加工してっていう形で、だいぶ、手は加えられていました。2000年、2001年の頃と比べて。で、あと、向こう側の、河川に関しても、良妻、河川に落ちている、大きな、ある程度の大きさの石、岩、そういったものを、集めてくれたりしています。河川の底の整備。で、それは、そのダムの出入り口だけじゃなくてね、河川の底の、整備。水の抜け方が異常なんですよ。例えば、向こう側に合流する天神川と天王寺川、その両方の河川が合流しているとき、上流で移している量よりも、半分以下になってるんですよ。つまり、その合流した地点で流れてる量の2倍以上は河川の底に抜けていってるんですよ。だから地下がものすごく空洞化が広がっていく。だ兵庫県の地震発生回数っていうものをインターネットで検索して見てもらったら分かると思うんですけども、だいたい向こう側の近くとか河川の近くで地震が発生してるんですよ。だから中に地面の中がこう水入り込んでいって、そんだけ水が流れ込んでいくっていうことはかなり空洞化が広がってる。そうじゃなかったら水が流れにくくなるですから、なるはずですから、詰まっていたら。だから何回も、震度3程度ぐらいですけども、震度3か震度2か震度1、震度大きくても3ぐらいの程度のものですけども、何回も発生してる。だけどその状況はかなりまずい。いずれそこで大きな地震が発生する。震度6とかの。大急ぎで河川の底を整備しなきゃなんないっていうことは、これもう何年も前から言ってる。覚えてます？その佳子ちゃんだけじゃなくて、総理とか各都道府県知事とか、建築業界の人たち、これ昔僕言ったんですよ。で、多くの人たちとかテレビに向かって言って、テレビ局が広げるような形で、淡井さんが言ってる、僕らもそう思うって言ってくれた人たちいっぱいいるんですよ。だけども物事動いてなかったんですよ。けど僕は直接撮影した地点に関しては物事動いてるんですよ。けど、昨日のその1日の 50km も歩いた、レンジャー部隊の人ですら、1日 40km ぐらいですよ、歩くの。
レンジャー部隊のね、資格を得るのにチャレンジするあの試験、まあ、僕もだいぶ昨日に関しては登ってますからね、船坂峠とかアップダウン、まあ、その辺のところ自衛隊の人たちと変わんないですよ。まあ、50km っていうところまでなってくると歩行距離がもう夜までかかります。朝から絶対そうです。それ以上のペースで歩ける人間なんかいないと思いますよ。それすると息は持たない。その50km、歩いた後、その次の日もある程度歩けるっていうことをここの声で伝えた時にかな、訂正、かこちゃんがその時に、次の日も歩けるっていうことを伝えた時にかこちゃんが本当ってこうバカにするような言い方で笑ってきてる。それ一回何か、テレビとか見て動画とか見て、淡井さんの方が後から撮影したのであって私たちが先に撮影したのって違うよ。そこもう2001年から、あ、じゃあ2000年から2001年の頃からだから。でそれはどこだから国会議員の人たちまで話が広がると、どういうふうなメーカーがどういうふうな形で出資するとか、ガソリンの残存量問題で石油の消費する社会から抜け出さなきゃならないから、石油メーカーが生き残って、まあ、企業のがね、倒産しないで、いようと思ったら、だからその河川水門開式ダム発電とかに参加して、要するに、投資、こういったことになると。もうそれで話折り合いついてるんですよ。あとゲームメーカーとか。まああとはもう簡単ですよって。純利益出てるところって。で、その話も以前して、で、まあ今からまた、もう今日ちょっと眠たいんでね、もうちょっと寝転ぼうかなと思ってるんですけども、まあ先もちょっといろいろあって、まあその辺ちょっと、行ってきたんですけども。佳子ちゃんの余計な公務でものすごく時間余分に取られます。取られてるんです時間、余分なことに費やされるから。だけどもそこで どういうふうなことをしてるかっていうことは絶対確認しなきゃならない。そこの政府上層部の人間がどういう人間かを僕はチェックするから。他の国の人間の政府上層部の人たちがただただ仲良くしていたらいいっていう感覚になっていたからコロナウイルスが世界中にばらまかれた、蔓延した。いやだからお前の国でこんなことしとるやつがおるぞ、これどないなっとんねんっていう人間がいない。それでも敬語使わなかったら顔取るの違うでしょ。ルール、君たちが変なルールを広めてしまったの。淡井さんの方が立場上だから敬語なしで喋っても大丈夫、顔取られたりしません、これで大丈夫なの。今顔の取り合いと、顔の取り合いというか顔を僕は直そうとしている。取られてるから先に。民法720条丸1丸2正当防衛、刑法38条正当防衛言った。バカにするようなことを言ってくる人間叱っていい。昔からそう、ルールでそうなってる。怒っていい。敬語論外、自分で自分の身を守れなくなる。上、それなりに世界中に名前通ってる人が叱ったらいいって。そうじゃないとその辺の人間じゃ無理だと。警察官を動かしてきて隠蔽しようとして精神病院とか入院させて、それで自分が懲らしめた気分になりようからって。違うから、逆やから。金持ちほどダーティーなものおらへん。そのこと平成の天皇陛下の時に話ついと、僕と。あと世界の上層部の人たちとか聞いてもらって。で、ご自分で認めてる。だけども、行動は変わってない。あとエネルギーの残存量問題に対応してない。で、コンピューターのそういうふうな機能を使って、睡眠時間取ったりしてる。もうまず間違いない。あんなに元気だとは思わなかった。白の BMW。
これが君たちの生き方。はっきり言う。なぜ僕の指とかが傷ついていたか。僕は被害者だから。このルールは暴力団員のルール。その元はフィナンシャルグループ。フィナンシャルグループの役員は国会議員の天下り。では国会議員の総理とかなってきた人間は歴代の昔の頃からの関白は天皇家の子孫。じゃあ L 業界が放置されていたのはそいつらが金に物を言わせて、新ニーサについて天皇家の人たちはどれだけ新ニーサで株買ったんですか。それとも上がる前にどれぐらい保有してたんですか。コロナウイルスの時に売りましたか売りませんでしたか。売っていたんだったらあなたたち未来からの声が聞こえてくるから、今売っておいて一番底値になった時にもう一回買ったらいいと思ってたでしょ。あとは新ニーサができるけども永久非課税の部分があるけどもどうしよう、買おうかなどうかな、まだ上がるわ買ったれっていうのが日本の国会議員とか天皇家とか、もう日銀見たら分かる、 51% が政府の出資だから、それをみんなの持ち物にしておかなきゃったならない。日銀に関しては例えば、土地建物とか日本政府のものっていうことに記載されているのかどうか。土地建物に関しては会社の持ち物にできます。で、公務に関して株主からの配当利回り等で、行かれてる向こうの国からの招待状が来ましたっていうことだったら、世界中の政府上層部の人間で民間人のお金を使ってお互いに、招待状という形でお金を支払わせていた。オリンピックも同じ。じゃあ誰がオリンピックの9600億円払わなきゃなんない。僕らじゃないですよね。で、淡井圭介には一銭も払わへん。ずっとそうだったじゃない、26年間。君ね、してることおかしいの。で、それは、へら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 笑って言ったらダメなの、絶対に。間違えるから、僕も。この勢いで話詰めておかなかったら無理なの。なぜかっていうと、世界中の政府上層部の人間しか株なんか買えないの。大企業の上の方の人間とかじゃなかったら。だって言ったじゃない、年金一月15万円までの支給にたどり着けてるの日本人ですら男性 50% で女性3割なんよ。政府上層部の人間と大企業の上層部の人間とかじゃなかったら株なんか買わないの。じゃああれだけ株価、ね、上がりましたよ。もちろん GPIF はあります。みんなの預かった年金からこれぐらいのパーセンテージで株価で運用しますって。違うのよ。政府はお金吸ったら円安になるだけだから、意地汚い金の稼ぎ方に回っちゃダメなのよ。政府はお金を追い上げてあげて、で、個人的に株を買った人間が株高の時に売ったら金に変わる。未来からの時間軸でコロナウイルスが蔓延してる、株価はものすごい下落をする、その時に買って、さらに新ニーサ、永久非課税、配当利回りでたくさんお金入ってきたわ、さらに、もう株がいつ下落するか知ってるよって、その瞬間に売ったれって。金の回し方だけ行って、最強にダーティーな生き方。そいつらはコロナウイルスを歓迎していた。世界中で体の弱っている人が亡くなっていくのを笑って見ていた。よしよしって。これが実態。で、何がややこしいって言ったら、一応まあ日本の国会議員の人とかがまあ警察官になって僕の現場に駆けつけてくれたりとかもしたり、まあ成人さんもしたことが一回あったと思うんですけども、そうじゃなくて仲良し体制がまずいの。僕はもうそんな悪いことしないよっていうことを各まあ高額所得者の人たちが全員そうならなきゃならないのよ。
車なんか乗らないよって。運転免許証は一応何かの時のために保持しておくけども、車なんか買わない、乗らないって。家にも置いとかないって。それするとたくさん車が生産されるからって、作るのにエネルギーが消費されるからって。クレーンがまだ動いていた、宝塚市の方で。高さ制限かけなさいって言ったのに、いまだに高いビル建ってる。分かった時点でそれ以上高くしない方がいい。エレベーターでエネルギーが消費されるから。30階建て以上のエレベーターで6機8機ついてる。1年間で電気代1億超え、大体それぐらい。50階建てだとまず間違いない。もうそこは人がどれだけ出入りするかのその量によるから、しょっちゅうしょっちゅう人が相談に来るとか、何か話し合いがあるとか、そういうふうなところはずっとエレベーターが上下してるから。ここですら2022年の電気代41万円超えよ。ワンフロアは10軒10個4階建てだったの。ほとんどの人は階段使ってる。まあ一応地下はあるけども、それでも41万円超え。それだけたくさんエネルギー使われてるの。東京都の高いビルが大量にありますけども、人口をずっと縮小してるのになぜ建物も高くなる。中でエロ業界開いてるからよ。 Google 何してんの、なぜエロ業界とアクセスできるようにしてんの。エロ業界で商売してるんじゃない。あなたはそんなこと教えた教唆だよって、共犯者だよって。刑法175条じゃないって。民事の方で削除しなさいの。国際司法裁判所なぜ稼働しないの。自分たちの子孫の中にエロ業界がたくさん混ざっていたからだと思いますよ。もうだから僕も徹底的に調べたことがあって、もう本当に変な、もうそれはエロ業界、まあまあもう見せてるからエロ業界だと思うんですけど、女同士やってんのよ。だからそれはその本当にエロ業界なのかいじめなのか分かんない。いやもうあんなわけ分からん世界、判断不能よ。もちろん何があったのかの状況から聞くべきだと思うんだけども、そういうやつらが海外とかでしと、海外というか離島とかだと思う。そういうのもあった。建物の中もある。でひどいのはもう完全に裁判所を侮辱してる。法廷みたいな形に、見せて作られて、だから本当の法廷みたいにしっかりした作りじゃないんだけども、そこで文章を読みながらやってる。だから僕は遷都っていうものを言い始めたんですよ。これ無理だって、東京めちゃくちゃすぎるって、あこれ無理やわって。もう皇居やめてちょうど世界遺産だし、姫路城に移してもらったらいいんじゃないですかって。首都って、首都のその皇居をね、首都自体は兵庫県に変えて、なんかその方が話整合性合ってくるんですよ。世界中で台風消滅に取り組んで、実際その成果出してる人間っていうのは僕であって、僕は何も取り組んでなかった時どうだったかって言ったら、じゃあ天皇家の人たちとか災害を防げましたかって言ったら、大雨とか河川の氾濫とか続出。逆に僕のせいにしていて、それを通そうとしていて、世間が認識間違えていて、結局本当のことがバレた時に全ては覆った。だからそれは天皇陛下とかは指示出したとは思えないんですけども、その精神病院に入院させる件とかね。だけどもその 悪法をずっと使っていたよ。法の悪用を許していた、放置していた。精神病院なんかもうほとんどいらないじゃないって。それでよかったのに。ちゃんと法廷に出して裁いたらいいんですよ、一件一件。そして相手が、いや実はこんなこと相手にされてるんですって、家の中が書類盗まれてとかって、それで怒ったんですとか、被告で出ても
勝てるじゃない。あ、それ言うわって。まあ、かこちゃんは自分から好きとか結婚するっていうことを昔は言ってくれてたんですけども、結婚を考えてるとか、私と結婚できたら嬉しいですかとか、そういうことを言ってたし、その昔、今の六法全書はどうか分かりませんけども、以前の六法全書だったら女性は15歳で結婚できてたんですよ。だから本当に人生、一番何が正解だったかなって考えたら、多分女性15歳で結婚するのが一番正解だと思いますよ。本当にこっちでは違うとか言ってる男の声が聞こえてるけども、うん、そのことが間違ってる。お前の人生じゃないから、お前は秘密だな。外交生かされてな、開き直っていろんな男と握手やで、それ喜びよ。でこちらが真面目に話した内容について疑って笑いよ。淡井圭介に対して腹立ちようから、仕事の邪魔されてると思ってるか。違うよ、みんなの人生の邪魔してたのが君たちだから、行為使って言ったじゃない、書いてるじゃない。要件だけで20床、平均20床、要するにベッドの数、200ほどのベッドの数のある精神病院が28あって、じゃあ5600ベッドがあると、それがほとんど稼働していると。本当の人口の話、あなたたちだって知ってるじゃない。今の日本国境の中で人口が4000万人いるかどうか分かんない。台湾も、朝鮮半、まあ、台湾なんか1000万人いない。九州と同じ面積しかないから、もう面積に比例するから。世界中どこも人口少子化。ね、精神病院に世界中でいろんな人が無理で連れて行かれてんの。隠蔽込みで。それは滅ぶよ、こんなもの。で、嘘の人口を表記して、地方交付税で、自分たちだけ、ボーナスカットとかなしで、金稼ぎしていた、ボーナス欲しいから、次々と人員削減して、人材派遣会社の人にした。違うよ、世の中の見方。上行った人間ほど悪党なんだよ。教えたじゃない。それも昔話に決着ついたじゃない。で、それを社会にオープンにしろっていうこと、今回の件。あのギリシャの訪問の件に関して、本当に今年以前も見たことあるよ。で、その映像に関して、いろいろ佳子ちゃんがギリシャに行った時のその内容っていうのを、最初、空港で、歩いてきた時の僕が見てる動画の方だったら、顔、真子ちゃん。そこからだんだん、かこちゃんの顔になって、それから、まだ違う顔になってる。それは僕はある程度言ってるから、心の声とかで。けどそれは謝罪しなきゃなんない。すいません、公費で公務なんか行き始めてって、自分たちで身勝手なことを言ってしまってって、みんなの税金、地震、能登半島の地震、行ってる場合じゃないって。その前だったら熊本、他にもある東日本大震災との前に北海道、なんで国外なんか行く必要あるのって。それを僕は言ったから愛子様は海外留学しなくなったんでしょ。その本当のこと言ったらいいじゃない。淡井さんにそういうふうに本当のことを指摘を受けましたので、私たちは、海外留学をもうしないことにしましたって、ああいうふうな文章を読んだところで、みんなそれを覚えていられるかって言ったら覚えていられないの。それで友好関係だったかなどうかな、これ分かんないの。違うの、国連でまとまってるから。もういいの、国連でまとまっていて、みんな国連でまとまってるでいいの。一個人とか外交で行ったって、サッカー選手も同じ。サッカー選手が友好関係の外交になるかって言ったら、ならないの。勝ち負けがついてくるから、余計に。だからそこも僕はスポーツ界でどういうふうに良い話に持っていこうとかいろいろ考えて、それに参加してくれて、いろいろその話から、例えば野球で言ったら日米友好関係だとか、サッカー界とかもワールドカップの時とかにね、
まあ仕込みだと思うんですけども、その良い方向に話持っていこうとしてくれている人たちが、まあ、たくさんいらっしゃって、まあ、そういう中でスポーツを行われている。だけども、そのスポーツ業界を広げたのは天皇家の人たち、スポーツ関係の総裁になってるから、だからもういらない、自分たちで降りたい。淡井さんにもう全ての状況を言われましたと。我々としてもこのような世の中無理だと。スポーツの拡大はエネルギーの残存量問題があるからと。だからスポーツの総裁なんか全部おりますって。で、スポーツ振興法も私もいらないと思ってますって。商業原理で、しっかり売り上げ出るところだけが残ったらいいと。もう日本中でスタジアムも体育館も、作らなくていいと。温水プールも。あるとこ使ったらいいって。温水プールって言った。災害時用の学校とかの避難所用のプール、あれは必要であると。お手洗いの水流せなくなるから、トイレの。大変なことになります、地震発生したら。そういうのを見に行きましたかっていうこと、公務として。経験しましたかって。で、そこで見に行っただけ、バケツでプールから水汲んできて、流したりだとか。そういうことしました？物資を分け合ったりするのを手伝ったりだとか。そういうのが公務員の人の仕事よ。逆じゃない。きつい仕事、しんどい仕事を末端の倒産あるいは民間企業に押し付けて、自分たちは、もう一般的な他の公務員の人たちとかも含めて、だから今途方に暮れています。動画がアップロードできてないから、まあどうしよう、世界中への SOS、 世界中の政府へ SOS、 日本を含めて、スーパーコンピューター等で、黒い方のパソコン、インターネットにつなげてない方のパソコンのデータ復旧できますか、してください、お願いします。で、スマートフォンで撮影してた時の動画をエクスポート、要するにつなぎ合わせですね、その時にできた、新しい動画に関しては、もう削除したからなくなってしまってるんですよ。データ復旧で一応出てくるんですでしょうけども、まあ、とにもかくにもそこまでしてほしいですね。で、そのデータ復旧に関して、動画にしっかりとエクスポートできるのかどうか。それなかったら、昨日ね、撮影しに行った時に、その船坂峠から歩いて降りて行った時にね、どこまでかわからないですよ。なんか携帯電話で電話かけながら、まあ髪の毛は短い男性、まあこれぐらいまでの長さ、まあまあ僕ぐらいの髪の毛の長さの人間で、まあ、ちょっとだけ茶色が入ってたかなっていうような男性なんですけども、それは以前も僕の横通り過ぎながら、まあ、建築業界の人間なんだろうなっていうのはなんとなく分かりました。お前の言われた通りに作っといたるわっていうのを、一応なんか怒りながらの口調がこう腹立ってるような口調、まあまあまあいろんなことをしたらそれは腹立つのは腹立つんだと思いますよ。お前を怒るなんて言う方が無理だと思いますよ。って言ってくれてたんですけども、ここをああした方がいい、こうした方がいいっていうのがアップロードできない。50km 歩いた意味が全くない。で、さっきも見せましたっけ、その本当っていう話。明日も歩ける、今家の中でも歩ける、買い物行く時も歩かなきゃならない。で、足の力取ってるとか何か考えてたら違うよ。体鍛えてんのよ。ホームページは YK スクリーン歴の一番読んどいた方がいいって言ったじゃない。ね、50km 歩いてるじゃない。これ本当よ。この間、腹筋を出て背筋1日で300回ずつ。で、懸垂5回。他にも、高速の、もも上げだとか、他にもいろいろしています。で、基本的に僕、いつも買い物とか行ったり、他に、どっか移動するとき、リュックサックめちゃくちゃ重たいんです。
パソコンとかいろんなもん いっぱい入れてるから、書類とか持たんよ、こんなもん普通背負わんよ。これ背負ったまま走ったりしてるから、たまに信号が点滅したりするときぐらいだけど、だちょっと右足の方の筋肉はまだ甘いから、まあ、ちょっと右足の方が負担がきてますね。だ去年中貨物さんのところに働きに行ったとき、例えば右足のちょっと汚いですけども見せますね。まあ足の裏は別に本当は汚くないか、頑張った証だから。この辺のところが、まあ、ちょっとこうなってるでしょ。この辺のところの側面の方が設置するんですよ。私の足は右足開放骨折してるので、ちょっとね、まあこの辺の方が設置しやすくなっていて、でそこそこ働いていたらもうここ血まめになって、これこの辺あたりにこうブクってこう血まめ、完全に血の色してます。そういう風な状態になってるんですね。まあその動画も一応あるじゃあるんですけども、別に今アップロードしてないだけで、だ一応僕のことを気遣ってくれる人は昔からお前足大丈夫かっていうことを仕事中に、聞いてくれます。足に、まあ、ある意味障害を持ってるからなんですよ。なまあまあ、なかなか膝が痛くなることってないんですけど、まあさすがに昨日あの距離歩いたら、まあ右膝だから背負ってるものが重たいから、この中にもちろん水筒に水入れてるから、そのペットボトルでもまあこういうふうなもの何本も途中で水切れを起こすのは一番危険だから、そう簡単に水にありつけない状況があるから、だからその辺のところ気をつけてるんですよ。でこれもねちゃんとピント合わなきゃおかしいんだけども、なんかもう iPad これもなんか変って言ったらちゃんと、まあ、まだピント合った方なのかな。まあまあちょっと、今日あともう他にもしなきゃならないことあるんですけども、まあギリシャの訪問本当に今年なのかどうか分かんないんだけども、それ見ながら、いやもう仕草とかで見たことあるなっていう仕草をしてるから、かこちゃんがこういう風にしながらあちらからうーん、あもう一個の手でねこうやってうーんってしながら、もう一つの手でこうやってしながら、あちらからおっしゃられたことなんですけどもとかなんか言ってるんですよ。言ったじゃない、ニーサの話、新ニーサの話っていうことになるんだけども、この話を昔数年前にしたはずなんですよ。それからかこちゃんはずっと敬語を喋るようになったはずなんですよ。僕にはちゃんとみんなの前で私の方が悪いですってこうマイク持ちながら言ってたでしょ。私のしてきたことですって、私の言ったことですって。じゃああの映像はだからいろいろ何かあって、僕は2019年加護ちゃんに、会いに行って告白、まあ結婚希望相手として会いに行ったわけじゃないですか。いつギリシャ一番最初壇上で、金色に近い着物を着て読み上げてる時の顔を見たらかなり幼いよ。髪の毛ある程度の短さになってからもう一回伸ばしてる。でもう一回髪の毛切った。でそういうふうな着物って結婚する人の相手の前で着るものであって、外交の時とかは真面目に仕事しなきゃならないから派手なものなんか着ちゃダメよ。高級そうなものとか。一般庶民からしたら、すべてのことが分かった人たちからしたらむちゃくちゃ腹立つから。じゃあ例に挙げて言いましょうか。その時佳子ちゃんは子供よ。だけども阪神・淡路大震災、老朽化した建物を解体してもらえなくてウイングスタジアム神戸作られていたのよ。12階建てのマンション東山神戸解体してくれなくて。
そういうふうに指揮を下していたのが天皇家の末裔の人たちを。で、今能登半島、僕は撮影行ってきたじゃない、5月に。穴水町と七尾市で重機なんか全然動いてないじゃない。建物の解体、まあ人間でもしようと思ったらする方はありますよ。も誰もしないじゃない。で、万博、その元は天皇家じゃない。でしょ。でもこれ本音で言わなかったら無理だから、自分たちの方でも今度から万博止めてみるわっていうことを成人様とか、あと今僕がもう僕も今年で47だから、悠仁様に残せる言葉としたらそういうこと、自分で止めるしかないって。もう世界中の政府上層部に上がっていく人間は全員そう、政務官以上、日本で例えると。自分たちで辞めさすしかないって、万博はって、その国際条約を消すしかないって。知ってるよ、国連経済理事と、国連理事長、国連理事がある5名、各国から5名ずつの代表、知ってるよ、そんなことぐらい。国際司法裁判所があるじゃない、政府で訴えたらいいんだよ。もともと国連の上層部の人たちだって意見同じなんだから、 NE の残存問題だって。多分老人ばっかりが集まったんだったら、それあんまり信用していいのかどうか分かんない。何年後、2035年の、化石燃料の消費量の削減量を、65% を達成することを目標にしていますって。だけどもその頃ね、国連の理事だった人たちいないわけじゃない。責任の持ちようがないもん。分かりますよ、国連の理事とかにもなっても思い通りにいかないっていう、その NE の残存問題でね、抵抗勢力がいるって、悔しいっていう人たちもいっぱいいるっていうこと分かりますよ。分かりますけども、テレビの放送を見る限りだったらそういう会話なんか全然誰もしない、本音の話だから。それをするべきなんですよ。しなかったら僕より若いんだから、佳子ちゃんの方が。輸入止まった時どうなるか考えてって。悠仁君も、自分で言ってる、ここの家来た時、悠仁君でいいですからって、まあいいからって言ったかもしれないけど、普通これだけ、年齢差のある人間に対して、いいからなんか言ったら挑発行為、何回も言ってたら侮辱行為。その態度はちょっと危険やわ、その一般の社会で言うと。まあこれしっかりと教えてあげなかったら、相手からどう見えてるかって言ったら、例えばね、僕もそうだったんですけども、秋篠宮家って言われても天皇家っていう感覚はなかった、知らなかった。秋篠宮家、誰っていう感じなんですよ。じゃあそういう人に向かってそういう喋り方をしたとするしますよね。そしたら、お前何やねんって、お前自分の年齢分かってんのかと、喧嘩売りに来たんかと、絶対こうなりますよ本当に。だからそれは悠仁君は気をつけなきゃなんない。相手が自分だから社会的地位に頼りすぎないよ。社会的地位に頼ってなかったら、ちゃんと目上の者に対して敬語使えるから。学校でもそうでしょ、先生には敬語使ってるんでしょ。それができてるのに僕に対しては敬語を使わないっていうことは、ある意味喧嘩売りに来るのが目的でした、誰かに言われて、誰かにそそのかされて。簡単ですよ、善意あるような言い方したら、あ、そう思い込むから。自分たちの方から悠仁君でいいからって言ってあげたら彼も安心するからって、笑顔で言われたら
例えば悠仁君が、まあ、当時まだあの頃中学生か高校生でしょ、まあ僕は天皇家のあの秋篠宮家の、まあ息子さんでいらっしゃると、そういうことを分かっている時に、まあ、言ってあげたら大丈夫なんじゃとか、そういうふうに言われて誘導されたらそういうふうに行動しますよね。だから簡単に相手を世の中って本当は動かせれるんですよ。まるでそれが良いことかのように、正しいことかのように誘導して言えるんですよ。で、警察官も結構それにはまるんですよ、議員さんも。それ、海外への留学なんか絶対しない方がいいって、両方どこの国も同じ。もういろんなこと経験して、絶対こうしなきゃならないっていうところまで固まってから、もうそれにはもう40歳ぐらいまでかかる、やっぱり。ある程度の法律を身につけなきゃならないから。で、ある程度の法律をたくさん身につけたら身につけたで、バカバカしくなるから。ああ、法律たくさん作って嫌がらせしてたんだなって最初思うんですけども、よーく国会中継とか見てたら、よく分かんなくなってるんですよ。いろんな例があって、こちらはこういうふうな内容で、この法律名でこういうふうな判決が出てます、状況はこうでした、こちらはこういうふうになってます、だからこの法律を作らなきゃならないになっちゃうんですよ、立法府って。で、次は次へと法律作るでしょ。そんなにたくさん作ったら、後の世代そんなものを全部覚えろって言われたって無理じゃないって。現場でね、素早く動いて、効率よく動いて、しっかりと仕事して、そういう人たちが一番世の中に役に立ってるんじゃないですかって。逆じゃないですかって。そこも逆なの。国会議員の人たちが新しい法律をたくさん作って、条例もそう、各都道府県のその条例を作ってるのもあれもいらない、本当は。だって最低賃金法があるんだもの。各都道府県に。じゃあ、その六法全書の内容を各都道府県で守ります。それでいいじゃないですか。でしょ？本当は。だけども、ちょっとだけ、都政6本必要だなって思う方もあります。各政令指定都市はその内容に従わなきゃならないでしょ？じゃあ、地方の条例っていらないでしょ？都政6本の内容に従わなきゃならないんだから。でしょ？増やしすぎたら増やすだけ、もっと後でややこしくなってくるんですよ。もうわけわかんなくなって。でもうみんな思考停止。もう無理だ。もう多分これでいい嫌になるんです。もっと簡単な結論言いましょうか。被災地で困っている人がいる、政府がお金を出せる、もともと建築業界に政府がお金を出して仕事を与えていた、被災地に行って建物を解体しなさい。こんなに簡単な話じゃないですか。まあ、もちろんしてますよ、政府は水道の復旧とかガスの復旧とかだけども、建物の解体が全然されてなかった。穴水町も七尾市も僕が見た範囲では、七尾市の被害はあんまり大したことないかもしれないですけども、そのまあいや、まあ、物事の見方によったら、まあ、かなり大した被害には見えるでしょうけども、まあまあだから僕はもう阪神・淡路大震災のそのほぼ中心地にいて、ものすごい災害を目の当たりにしてますから、高速道路とか、電車の高架がもう倒れてる、根元が折れて、あちらこちらでは火災が発生してる。ちょっとその辺のところを考えたときに、政府何してんのっていう話にもなりますし、本当はだからギリシャ行った時が以前の映像で、本当は被災地で活動されてます佳子さま。だったら様っていう言葉が出てくる。ギリシャ？友達がいたから行った？いいよ。外交なんかもう近隣の国だけでいいっていうことに、僕二十歳ぐらいの頃から天皇家でも国会議員の人たちでも
話決まってたもん。もう海外留学なんか無理だっていう話になって、よその国の人が日本に留学してきたとしても一応日本語をある程度覚えたっていう形で、だけどもたどたどしい日本語しか話せないもん。もともとそうなんだから、それバカにしてるんじゃなくて、僕もきっとそうだから、自分の母国の言語プラス別の国の言語なんか無理だから。テレビで放送してる日本語は変なんだもん。正しい言葉遣いなんかできてないもの。で、全て、法廷でも裁判官の人も、言ってくれてるんですけども、その多少言い間違えたりすること、これはもう仕方がないですよねっていうことを聞いた時に許可しますっていうことを言ってるんですよ。で、ちゃんと裁判官の方からも理由を説明してくれてるんですよ。我々も一語一句間違えないでずっと喋れるかっていうと、それは無理だと思ってるんですって。相手が間違えたら自分も間違えたりする形があるから、だから取り付かれる話をしたあるから。スポーツの勝ち負けでも言ってる。例えば阪神タイガースの試合とか日本代表の試合で僕はねギャラ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 笑っていて繋がっていたら、その選手ストライクなんか入んない、違うところに放ってしまう、投げてしまう。体操の選手、日本代表の選手が Y 字バランスで僕はギラ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 笑っていて繋がってたら、もうグラ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 ってもう倒れそうになってる。体鍛えたことのある人間だったら Y 字バランスぐらい、いやそんなことで倒れるわけないでしょ、相手に笑われたぐらいでって思うでしょ。だけどもそうなるんです。間違えた行動を上の方の人間がしてしまったら、そう崩れで間違えてしまうからダメだって言われたことは絶対にしないでください。海外への渡航です。それはもう本当にどうしてもこの件はしょうがないっていう時に天皇陛下に言っていただくんです。もしくは総理、まあけどもう今の形の動き方だったらもう絶対国連だと思いますよ。だから二国間での何か大きなトラブルとかの解決とかに天皇陛下が行くとか、まあそういう形なんですよ。まあそれは僕からの提案で、平成の天皇陛下がインドに訪問していただきましたけども、そういうことも分かってない人間が僕のコメントを聞いてあれこれ言ってる。お前がじゃあ世界をどれだけ動かしてきてんと、どれだけの良い内容を提案して達成できてきたんだと、一体僕の方にいくつあるか分かります？そしてどういうふうな答えをたどっていったらその答えにたどり着いたかっていうことまで君たちが考えたの違うでしょ？だから票が入ったが偉いんじゃないよ。それは組織図表であって、それだけ、ダーティーな仕事まで回していって、票を集めてきたとも受け止めれるんですよ。岸田さんなんか昔、僕は20歳ぐらいの頃フルーツラーパークの着替えるところだったと思うんですけども、人材派遣会社の方の場所はそこで事務所も置いて設置されてたんですけども、新エフーズのそこで、その当時の、岸田さんは、もう友達っていうことでいいからって、もう言いたいことあったら言ってくれたらいいよっていうことで笑顔で言ってくれてるんですよ。だからその時、あ、この人いい人だなって思ったんですよ、岸田さんのこと。だけども、直接的なその電話番号での受け答えもないし、電話番号なんか知らないし、向こうから電話をかけてくることもないし、まあこういうふうな話してる部分等もあってだと思いますよ。雨降ってるの、なんだろう、ちゃんと映ってない、外の景色なんやろ、なんか天気のことで逃げてるのかな、真っ白やな、こんなわけないよ、なんなんこれ、
大変。雨降ってます。まあもう見せようとしても見えないか分かんないと思うんですけどね、雨降ってるんですよ。で一応ある程度光を差し込んで、かこちゃん自体が、もう今までのことを考えたら、まずちゃんとある程度の内容のことを言われても敬語をしっかり使って、謝らなきゃならない。間違えたことをしてるんだから、そこで開き直るのが、世界中の政府上層部の人間が開き直る社会へと、リンクしている。もう全員が変わらなきゃならないんだから、早く変わった者勝ちよ。以上です、皆さん長い間ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録、着信通知の設定、着信通知の設定がわからない方は、身の回りの方に聞いていただいたり、最寄りの販売店の方に聞いていただいたり、あとは身の回りの方に淡井さんの動画見た方がいいよと、チャンネル登録して着信通知の設定しておけば、淡井圭介が動画アップロードしたらその内容聞けますから、もうこれ滅びますよ。だからその精神病院の件で、だって日本全国に5万床以上、ベッドがあるんですよ、精神病院の。っていうことはですよ、その1つのベッドで平均化して3人ほど、3人か4人ほど、1年間、まあ、4人ぐらい、1年間で入れ替わり立ち替わりがあるとすると、ということはですよ、男性と女性が今の日本の国境内で生まれてきてる人の数が10万人割り込んでいたの表、時の表見たことあるでしょ。ちょっと前のそこまで行って委員会で、心の声の方でね、いや皆さん今の国境の範囲内で男性女性の人口10万人割り込んでいたの見たことありますよねって、そしたら、あほんまやそうやわって、知事か大臣経験者の人だ。テレビの情報を間違えて放送したり、世界国勢税 の、 人口1億2000万人とか、めちゃくちゃな嘘の人口の表記、あれをやめなかったらどうしようもならないんです。朝鮮半島と台湾と満州国を合併していて、後から戸籍とかが集まってきて1億2000万人だったんですから、元からいないの、今の日本の国境内に。台湾なんか1000万人もいないよ。九州なんか500万人いるかどうかすら怪しいんだから。台湾も同じよ。四国で300万人ぐらいなんじゃないですか。もう500万人はいないでしょうね。もうこういう本当の話からしっかりと覚えてもらわなかったお話にないです。以上です。